どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も、バッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、えー、ただいま緊急で動画を回してるんですが、2023年12月8日、金曜日だか木曜日だか、もう曜日感覚はございません。はい 毎日毎日ポケモン GO ってことでねメンタルブレイクアウトを遊んでるとねもうね曜日なんてものはわからないわけですよ、まあ、本日のね14時に新イベントが追加されたというわけで皆さんにねご紹介していこうと思いますはいまずはですね、まあ、いつも通り週末記念ってことでねゴールドパーティー開催されてますので えまあ、しっかりね、ネックレス狙って引いていきましょうか。まずはね、えー、このガチャで1週間のね、運勢っていうのを占っていきましょう。さあ、頼む、えー。獲得したい報酬はネックレス1択に決まってるような。来いはい、ということでですね、えー、本日追加された新イベント、ノースリッチ、立ち入り禁止区域。じゃあもうやめていいか。空中投下接近、完全新規の立ち入り禁止モードを試してみよう。 カウントダウン13日と23時間36分ってことでねルールすでに持っている装備を携帯することはできません空中投下にできません装備を持って無事に脱出できませんってことでノースリッジ立ち入り禁止区域にはインベントリからアイテムを持ち込むことはできませんレイドに見つけたサプライを使って敵と戦い脱出しようディスカウントチケットは確実600公演から 毎日ククイック購入できますわけが分からない、はいはちょっとね、えー、見ていきましょうか、詳しく。えー、詳しく見ても同じことが書いてますね。えー、わけがわからないと。あ、これね、許可書が必要なのか。はい、了解しました。わかりました、今。まあ、とりあえずちょっと遊んでいこうと思うんですが、どこでね、これを買えばいいのか、ちょっとわかんなかったわ。チケットのね、えー、買い場所不明ってことで、まあ、やっていきましょうか。 まあ、一枚はね、確実にもらえるので、まあ、皆さんね、一回遊んで、まあ、もうあとはね、えー、立ち入り禁止ってことなんで、立ち入らないようにしてください。はい。えー、とりあえず、ランクはね、ポイントなしってわけなんで、まあ、安心して遊べますね。レジェンド隊を目指してる皆さんもね、えー、これでしっかり安全、安心に遊んでいけると。もうこれってね、一番公平だと思うんですよね。かわいい。女子二人組に挟まれました。でもなんかアイコン見たら男性っぽいです。非常に残念。 とというこででですねでもこれが一番さ、まあ、安全安心じゃなくて不公平じゃなくて公平ですよね。はい だってこれさ、みんなさ、えー、同じ装備から始めるってわけでしょで、マップで集めて、で、それで敵しばけってわけですよね。で、さらには空中サプライが、なんか、降ってくるから、その中になんかめちゃめちゃいいアイテムが入ってるから、まあ、それを奪い合えみたいな感じで。でもさ、まあ、のみんなね、スナイパーとか警戒してるかもしんないんだけど、誰もね、持ち込めませんから、これ確実にね、フェアな戦いができるわけですよ。 これには初心者もにっこりって感じ。えーとりあえず、アドバンスと武器ケース。この中から武器を出したもん勝ちじゃないか、確実に。これ絶対これ俺のな。えー、まずはサイがゲッティング。はい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 。で、これ辺もね、しっかりとね、もらっておきましょう。えー、こういうこと。 これで、まあ僕はね、えー、戦えるようになったので、まあとは詰めていけば勝てるっていう、そんな感じでしょうか。脱出するまではとりあえず3分間は何もできませんよってことか。はいはいはい。今の間にね、まあ物資集めて、まあ戦闘準備行えってことでしょうか。まあとりあえずガンガンちょっと漁っていきたいんですけど、まあ、武器ケースがやっぱりね、えー、大量になんかどうやら配置されてみたい。まあこの中のね、武器ケース拾ってあげて、でまあ敵を倒せみたいな。完全にガチャじゃねえか、こんな。 これはさ、果たしてって感じだよな。ちょっとボディアーマーがないとマジでまずいよな。で、AR20 とかめちゃめちゃ強いんじゃないこれ。今回のモードにおいては。これはありがたいですね。ちょっとアーマーないとさ、一発で貫かれるたりもするんじゃないのこれまずい。まあ、どういうバランスで入ってるかですよね。結局ね。 えー、まあ、ちょっと一旦ショットガーの弾はね、もらっておきますけれども、これ弾もらっといた方がいいかこっちのね、5.56なんちゃらも M96 に入りますからねうん、しっかりとまずは用意をしていくところから始まるわけ。まあこれがね、まあ基本的な戦闘の流れですよね。みんなおかしいもんな、最初から武器持ち込んでさ、なんか交換通ーなんて縛いてきたりするんで、最近は。 ま、これでようやくリセットされたみたいな感じか。まあ、ワイプ後の世界みたいなのをね、え、まあ、なんか疑似体験できるみたいな感じじゃないでしょうか。はい。しかもみんなさ、え、何も装備持ってないからさ、非常にストレスフリーっていう。まずはね、えー、ばっこりちょっと開けていきましょうか。まあ、グレネードケースからグレネードなんて出ちゃったらもう環境終わっちまうね。はい、勝ちました。で、大型武器ケースもしっかり開けてあげて、ちょっとなんかさ、AR とか欲しいけどな。M4、A1 とか、ファルとか。 ま、そういうのは多分ね、あそこに入ってるんでしょうね。空中サプライ。絶対必須だと思うんだよ。空中サプライ開けるのは。こんなところ開けててもね、多分雑魚武器しか入ってないわ。この感じ。もう SKS か。あーっと、っえマジ !M24 はこれずるでしょう。はい,い、勝ちました。じゃあ M24 をね、えー、まずは持ってあげて。サイがいらないか。これショットガン苦手だからね。で、確定するまであと1分。 えー、ようやくですね、僕たちのね、出口が決まるようです。これ M24 かなりでかいんじゃない残り7秒で決断な確定案件ですね。えー、今回僕たちはね、ここで帰れるみたい。対応人数は2人のみ。は鬼畜すぎない。え、あとはじゃあどうやって帰ればいいのあ、そういうことか。さらに、3分後にまた確定するわけだ。ああ、そういうことね。めんどくっさくはない。ただ、これ置いてかれたら相当ざるい。 今回しかも三人パーチーだからさ、マジでまずいんじゃないのさあ飛行機もやってきました。これは飛行機の中身が知りたいでしょう。まずは僕が人柱になってあげましょうか、皆様。はい。ただこれまあ全ロスしてもさ、まあ、最悪な。物資なくなっても別に自分の物資じゃないしな。拾った物資だからさ、まあ、最悪いいか。じゃあまあ迷わずね、これ空中サプライを取りに行った方がいいわ。敵見つけたとか言って知らねえよ、そんなの。あ、いたわ。 でもあんなやつさ、どうせ近づいてこれねえだろう。そんなにいい武器は持ってないはずなんだよな、多分まあぶっ壊れちゃうじゃないですか。ただの運ゲンになっちゃうんで、えー。多分あのね、エアドロン中には、多分最強武器があると思うんだけど、基本的にはね、雑魚武器しかないと思いますから、もう僕はね、あのサプライをめがけてやっていく。さあ、なんか2個ぐらい落ちてんぞ。あ、結構大量に投下されるパティーンね。この中には多分防具とかさ、いろいろ入ってると思いますので、しっかりと開けていきたい。 開けて敵を蹂躙していきたいめっちゃやり合ってるこれは取りに行きたいよねそりゃさすがにちょっと異国か俺もしっかりとしばき入れていきたいと思うわはい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 ザムニキがここ開けたようですねどうやらあーあーめっちゃやってるわこれはちょっと取りに行くのね相当リスキーですよね本当にさあまずは僕は1枚ここでねかまさせてもらいましょうかはい君後ろがガラ空きだってわよ ちょ、待て待て待て。あ最悪。この M996 マジで使いに来て。最悪、行ったお前、ずるだろ、その武器は。ちょっと待ってくれよ。痛い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 ,い。フルオートは効いてないわ。ちょずるくね、それ。行った行った行った。お前、ほんとふざけんな。い、行ったーマジかよいやー、それずるでしょう。やっぱり空中サプライをね、開けるまではさ、終われないでしょ。さすがにな。えー、とりあえず、ま、この辺のね、武器ケースを漁るところから始まっていくわけですが、 まあ、だいぶですね。まあ、わかったわ。で、なんかこれ、アタッチメントとかもさ、まあ、落ちてはくれるんだけどさ、いらないな、正直。UMP のアタッチメントなんて誰が求めてるんですか誰も求めてません。いや、でもね、このモードで UMP 出てきたら相当多分ヒーローになれると思うわ。うん。うん。P ぴーが活躍するのはもうここしかない。まあ、そういうことですよね。まあ、普段ね、日の目を浴びない、まあ、武器たちがですね、まあ、しっかりと活躍してくれるのがこの新モードなのかもしれない。え、とりあえずさ、ここ金庫あるんかな とりあえず金庫 PPP 選手権はありません。マジか。いや、さすがにないんか。まあ、600公演でね、これ入ることができるんで、相当お買い得なんですよね。さあ、なんかバックパックもね、でかいやつがえもらえたと思ったら、そんなでかくないか、これ。全然でかくないやんけ。ま、あさすがにフルオートの武器は出ないかな。この大型武器ケースとかからは。まあ、アドバンスト武器ケースでワンチャンって感じかな。まあ、ちょっとよくわからないんですけど、その辺の仕様はね。 えーまあちょっと防具がないのが本当に痛いでヘルメットもないからさこれマジでねショットガン強すぎるわ、まあ、さっきの戦闘からねしっかりと学びましたので、えー、今回はね学くんになってまあ、ショットガンをね持ち込みたいと思うショットガンとま SKSM24 まあ、があればま M24 にねまあ、SKS 交換って感じで、まあ、これ近距離系だからさみんな A も終わってるでしょだって M960 とか誰も扱いこなせない武器ランキング第1位ですからね、まあ、とりあえずそんな感じでまあ、一旦ねこれ1分30秒後にね、えー、また脱出地点が確定されるのと、まあ、あとはね、えー、空中サプライが降ってきますので、まあ、それ狙いですよね、まあ、とりあえずまあ基本的な、ねまあ、武器をまゲッティングしたらあとはね、まあ、その時間帯まではひたすらに真ん中を目指すっていう、まあ、それが一番効率いいよな まあ多分なんですけど、これ基本的にね、サプライはね、真ん中ら辺に落ちるようになってると思うんですよ、さすがに。ちょっと端っこに落ちたらさ、それは運ゲーが過ぎるんで、多分ね、同じようなね、ところに落ちるんじゃないかなというのを予想して、しっかりと真ん中を取っていく。これが IQ プレイですよね。 まああとはどれぐらい稼げるかってところなんですよ結局、まあ、空中サプライの中に何が入ってるのか、まあ、それが非常に気になる方が多いんじゃないかなって思うので、えー、まずはね、えー、空中サプライ待ちですね、えー、残りは20秒でこれさ最大3人らしいわだから、まあ、これね脱出地点確定するんですけどそれがね、えー、2人なんで確実にね仲間割れが起きるようにできてるということで、えー、相当立ちが悪い本当になぜ2人にしたっていう 1>, 1人置いてかれるのが確定してしまいますからね。えー、まずは、えー、キャンプサービスエリアで今回は確定したようです。はい。まあ、若干近いので、えー、2人がね、裏切っても帰ってしまったら僕は何もできない状態なんですが。あれ、空中サプライ来るか来た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 。はい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 。まあ、ここまでは予想通り。あとは、どこに2つ落としてくれるのか。まあ、多分ね、2つは落ちると思うんだよね。1個だけだったらさすがにまずいんで。 えー、とりあえずね、まあ、上を向いときましょう。もう下なんてどうでもいい。俺は上と前を向いて歩いていきたい。そろそろ落とすんじゃないまだ落ちないかえ、結構さ、じゃあ俺、いいとこ引いたかはい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 、来ました。1個目が来たんですが、それはさすがにホテルか。距離感がわかんないんだな。さ、2個目はどこで落とすんでしょうね。あ、そろそろ落ちてほしい。来たーまあでも完全にね、まあ、攻略法は間違ってないでしょう。 確実にこれ真ん中にいた方がね、えー、近場を取れるんで、これさ、初手は分かんないからさ、まぁ、あ、ちょっとね、今ね、始まったばっかりなんでイベントが、これだいぶアドバンテージ取れてるくさい。まあ,あとはこっちのね、えー、まああの補給物資を取れば、まあ、GG 対戦ありがとうございました状態。おい、早く落ちてこいマジで。頼むから、さっさとしてくれ もう中身が知りたいだけなんだよ。もう戦闘なんて正直どうでもいいでしょ。だってこれ敵しばいても全然美味しくないの確定してるからさ。とりあえず、君の中に何があるのかが知りたいってこと。え、まずはね、あ、待って。あいつなんだ。あさすがにスカブかよくわかんない。え誰君は。スカブじゃないかなあれ。絶対違うな。ちょっと待ってくれ。あいつさ、人かもしんない。 あれ人だよな、あれ人だわ、絶対に。はいはいはい、はい見てます、見てます。えー、とりあえず、じゃあ、打っていきましょうか。はい、まずは打ち込んでって、はい、人でしたね。お前、やっぱ、あなてよ、お前ちょっと今ね、動画撮ってなかったんですけど、大事件が起きまして、2回目のね、入場料がね、2400公演なんですよ。4倍してる。なんか、600公演からっていうね、書き方されてたと思うんだけど、そういうことか。ふざけるな、マジで。これ、そんなにいいことあるか。ちょ、マジでよくわかんないんだけどさ、 もうガチのね、これクソゲーっていうことがね、わかりました。なぜかというとね、なぜかというととか言ってなんでかっていうと、これね、普通にさ、武器ケースから出ちゃうんですよ、フルオートの武器っていうのが。さっきしばかれたのがね、MP40 だったんで、マジでさ、ただの運ゲー。 もう相当腹立たしい、これは。クソゲーです。結局さ、なんかフルオート武器を弾けるか弾けないかみたいなところあるからね、ただの運ゲーなんですよ。もういつもにね、増してね、運ゲーが加速してしまってるので、これはね、やらなくていいよみんな。そんな向きになってね。 やるモードじゃないと思うんですよね。はい。だから、まあ、皆さんはですね、もうやらないでください。もう見るだけで満足してください。まあ、とりあえず、アーマーはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、まあ、もう正直さ、フルオート武器でね、顔面縛かれたらもう何もできないからな。4ケルにバイザーくれ頼むから。マジで。ちょ4スコ確保しとこう。これは美味しいね。もうこれだけでも、バックアド案件だわ。今回ね、入場料が2400円なので、まあ、これだけでもね、まあ、元が取れたんじゃないでしょうか。素晴らしい。 じゃあ、あとはね、えー、この中から、まあ、M24 をね、えー、引き当てて、まあ、4スコフルオートで打ちたい。あ、来た来た勝ちましたはい、もうくだらないわ。MP40 とかこれ入ってるんですよ。もうこれで勝ち格案件な。はい、来た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 。はい、お疲れ様です。じゃあ、ここね、しっかりと開けていきましょうか。中身が気になるよね、みんな。はい、いいの入ってんだろうなと思ったら、なにこれあ、もう入ってねえじゃねえか。ふざけんな、防具もなんかしょっぱいしさ。 俺が弾いてる防具と同じじゃねえか。さあ、この中には、あー、なんか微妙ですね。はい。非常に微妙。マジか。え、これがラストですよ。え、なんかさ、お宝入ってないの。頼むから宝くれよ。それか強い武器。頼むわ。はい、来た !AK102 のなんか最強のやつ。これは、え、もう勝ちじゃん。確定しましたね、今。このモードってさ、何も持ち込むことができないから、鍵もね、使うことができないってことじゃないですか。 いやよくわかんないですね。もうちょっとね、まあ物資の中身が美味しければいいんですけど、まあいいや、一旦ね、もう救援ヘリコプター来たんで帰りましょうか。4ヘルとかね、まあゲットできるんだったらいいんですが、あ、なんか敵いるかいそうだな、あれ。あれ人だろうあー。あれ確実に人。あ、じゃあ絶対縛きます。君とはちょっと装備の格が違うからな。縛かせてもらうぜ。ただヘッドお祈りゲーミングだけはやめてください。いるわ、いるわ、いるわ。はい、はいは、いはい、もう聞こえちゃってますから。はい、さようなら。 しっかりと。